さあそれでは続きをやっていきましょう。今回は今度はね、まともな方という言い方もおかしいけど、あの普通の R35 ねの方の塗装をしていきます。塗装というか、まあとりあえず下地だけだね。でパールホワイトで拭くので、まず下地の白を拭いておきます。黒サフがね残ってるからね、まあそこそこしっかり塗っておいてあげないと後で色が透けちゃってっていうねことにもなりかねないんでね、気をつけましょう。よし、オッケー。白い、ちょっとあれだな、サフが濃いかな。まあ濃いぐらいがちょうどいいんだけどね、サフはね隠蔽力が増すんで。あんまりねやりすぎるとね、サフもね糸引いたりするからね、気をつけましょうね。カメラ映ってるかな。映ってる、映ってる。わあ、俺が映ってる。ダメじゃん。こんな感じでいいかい。サフが足りないかな。やっぱりちょっとライトの位置がよろしくないな。まあしっかり塗ってあげるか。今回はつけても嫌だし、こんな感じでいいでしょう。よし、まだあるかな。まだね、なんかこうピッピッピッピ飛ぶんだよな。なんだろうな、多分濃いのかな。よし、次棒で、棒で行くぜ。まあ忘れないようにね、縁から順にやっていくと忘れにくいよ。こんな感じで吸った方とやっていってしまいましょう。あの白に、まあ、白っていうわけ、真っ白ってわけじゃないんだけど、ボディがね元々の色グレーだからさ、まあちょっとこう白を振ってやるかどうかっていうのは確かに見づらいんだよね。まあだからね、しっかり白くなるようなに心がけながら、本当はねただちょっとこう食いつきを良くするだけのためだから別にいいんだけど、まあ下にねこう残ってる黒を消すにはちょっとちゃんとね隠蔽してあげないと、いくら白くってもね残っちゃう時あるんだよね。ちょっとグレーな感じになっちゃってね。まあね、まあそんなに気にするほどでもないっちゃそうなんだけど、映ってる、映ってるね。ちょっとライトの位置変えるか、これ邪魔だな。うん、まあ後でやろう。いや今やろう。もうちょっとこうかな。うん、こう 手の影が映り込んじゃうからさ、本当は真上に置きたいんだよね。ライト変えるかな、やっぱり。左だけ、あ、じゃあ右だけ。左はね別にこうどっちかって言ったらキットを持ってる側だから影になることはないんだけど、エアブラシでこう持ってるとどうしても影になるんだよね、右の方は。あ、ちなみにサフはね、最近はね、あのクレオスじゃなくてガイアを使うようになってきた。ガイアのエボホワイトってやつ
最近そればっか。今なぜそれにしてるんですかっていうと、まあ食いつきがいいからかな。特にレジンにも使えたりするらしいからね。まだ使ってないけど、まあそう書いてあるんで、まあ割とね、なんかこう使ってる人に聞くと、まあ評判がいいんでね、まあ最近そっちに変えてきつつある。あ、いやでも全部変えたのか。全部変えたんだただあ、ごめんなさいね。ただあれなんだよね、エボシルバーだけのね、使い道がよくわからない。まあなんか使う人からするとダメージを与えたりするとき、ウェザリングとかね、ガンプラ作っててチッピングみたいなこうさ、ピッとこう怪我させてあげたりすると、シルバーが見えていいよっていう話も聞いた。金属がね、見えたみたいなさ。まあね、カーモデルであんまりそういうことやらないからあれだけど、うん、こんなもんでいいでしょうか。どうでしょうか。うん、いいかな。よし、OK 気になってしょうがね。いいやな。よしよし、よし、こんな感じで白サフを吹いちゃいました。では今度はね、白を吹いていくんで、一旦ここで30分ほど乾燥させます。では一旦止めます。さあ、それではEX ホワイト、こちらを吹いていこうと思います。シュワーっとね、さあさあやっていきますか。映ってるかな。映ってるね。うん、白は苦手だな、吹くの。白ってなんか苦手なんだよな、服の色が寄りやすいというか、なんというか。まあまだね、こっからホワイトパールを入れていくんでね、まあ多少はいいんだけど、どうも白は苦手だわ。なんか思ったような白にしようとするとだれちゃったりね、するんだよね。なんかぼったりしちゃうんだよな。なんか白は本当に苦手だ。よし、まあ頑張ってこのまま続けていこう。苦手だな、やっぱり苦手だな。まあ何と言いましょうかだな。よし、まあどんどん行こう。まあ特にね、今白サフの上に白を拭くっていう工程だからね、目残しがねないようにね、ほんとしないと、気をつけないとね、いけないんですよね。まあここは塗りムラだけ気をつけてが、いや頑張るかな。ツヤとかその辺はね、後でもどうにでもなるからね。均等に塗ることだけを。でそのね、 GTR を頼まれた時に言われたんだよね。その色、何色がいいですって聞いたはいいけどさ、まあね、一番無難なのは、無難というか、まあやっぱり一番似合うのはホワイトパールだと思いますよつって言っていて、言ったはいいんだけど、ホワイトパールを塗るのが超苦手っていうね。よっ、ホコリがついちゃった。
か塊がついたぞ。よっ、あ、取れた。難しい、マジで難しい。だれる、だれるっていうか、なんかボテーっとする。白マジ嫌いだ。このなんだろう、どこにどう気をつければいいのかっていうのの心がけができないからさ、難しいんだよね。余計に気を使うべきところがわからないっていうか、なんかこうコツがいまいちつかめないんだよね。うん、まあここはいいか。やっぱりこんなもんか。まあ色ムラはない気がするんだけどな。なんかぼったりしてるな。まあ乾いた時にどうなるかだな。こんなもんか。よし、深追いはやめておこう。よし、ということでこれはね、結構白って乾くのに時間がかかるんで、まあ一晩は確実に寝かした方がいいかな。場合によってはね、まあ場合っていうか、まあその気温、まあ季節だね、今でいう日本でいうと、によってはもう一晩でも乾かない時があるんで、まあ24時間とか、まあ一晩って言ったって、だってまあ僕はね、これで明日仕事から帰ってきてまた吹く頃にはまあ20時間ぐらい近くね、20時間は経ってるはずなんで、うんって感じだな。よし、このままとりあえず乾燥させようと思います。よし、でその次はパールを吹いていくんでね、一旦ここでカメラを止めます。さあ、それでは今度吹く色っていうのがこちら、ムーンストーンパール。映ってた、今映ってたね。ムーンストーンパール、ムーンストーンパールですね。ミスタークレオスの、ミスターホビーのミスタークリスタルカラーってやつですね。あんまり出番のないやつ。まあいい色は出るんだけどね。よし、では吹いていくぜ。シュシュシューとね。まあこれもね、色ムラがないようにまあ綺麗に塗っていくようにしましょうね。これもまた白に白系の色を塗るっていうので、色ムラが出やすいんでね、あんまり拭きすぎても今度良くないしね、だれちゃうからね。まあ艶を見るような感じで拭いていくようなところがいいかな、方がいいかな。トップコートを拭くような感覚だね。だからこんな感じでしょうか。あ、いい色、やっぱこの色を選んで正解だったな。他にもね、こういう系の色ってあるから結構悩んではいたんだよね。ダイヤモンドパールみたいなやつとかね、いろいろあったんだけど、でもやっぱりムーンストーンパールの方がなんか雰囲気出るんじゃないかなと思ってね、まあ、当てずっぽではあるんだけど、ちなみに今ボンネットは両面テープで留めてあります。そう、艶を見るような感じでね、トップコートをするときと同じ感覚というかやっていけば、まあ多分綺麗に塗れるんじゃないかなと思ってね。まあ、正直言って難しい。
特にね、白っていうのはホコリがね、難しいんだよね。ホコリが乗らないようにやらないとね、いけないんで。白い車こそ難しいわ。うわ、乗ったし。がっつり乗ったな、クソ。これ取れるかな。取れた。おお、危ねえ。がっつり黒いのが乗ったな、今。焦ったわ。見えてる？見えてるね。まあこんな感じか。あんまり深追いして塗りたくってもしょうがないんでね。こんなもんでしょう。まあでも綺麗に出た。いい色だ。うん、そう、こんなような色だったような気がする。よし。という感じです。で、これでまあしっかりね、乾燥させて、トップコートを拭いていこうと思います。いや、その前にまあいろいろやることがある。ので、一旦ここでし、あれだね、次の、組み立ての方の工程にね、入っていくんで、組み立てじゃないや、色の塗り分けだ。うん。よし、では一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。